はい、こんにちは、サルインです。行きましょうか。警告で、歯を欠く開運目指す。三角社会の方、アルコー事情。はい、というわけで、やってきました。全国大戦なんですけど、そう、これが、魔の五連戦の2戦目になりますね。いやー、お疲れモードで全国をやるとってやつですけどね。いやー、確かに前回の動画、でもね、まあ、まだ、いやー、まあ、若干脳が死んでるなって思うとこありましたけれど、この試合を、あれだ、あ、この試合思い出したわ。あれです。やってるやつですね。というわけで、4枚警告、伊豆食を使ってますね。で、お相手の方が、5枚典型。5枚手腕典型っていうか、そんな感じかな。アモーも入ってますね。ただ、あれか、教えっていうか、知力上昇は入ってない感じですね。はい。さあ、行きましょう。いやー、これねー。言っちゃなんだけど、この試合勝ってたはずなんですけどね。だから普段なら絶対勝ってたと思いますよ、これ。申し訳ないけどね、相手の方には。これはね、いただきだったんですけどね、あれって感じですよね。まあ、見ていきましょう。まあ、なんか本当に、とりあえず開幕は伏兵処理を考えなきゃいけないんで、この時に。相手が伏兵1枚、っていうか、たった知力6の伏兵1枚に対しても、ね、あわって感じでやるなあかんので。いやーでもここはちゃんと、はい、美婦人が仕事しました。オッケー。あ、でも刺さる。はい、両方落ちるよ。まあ最悪落ちてもっていう発想だけど、まあまあそこはしっかり帰ろう。これ挑戦攻めるんや。まあ一応か。あ、でも太陽落ちるな。まあここはね、まあ美婦人っていうスーパーカードがいるんで、いいっちゃいいんですけど。で、相手の両毛を先に潰そうか。まあ、いかに、だからこのネって結構相手、まず後ろに近い相手をいかに処理していくかっていうのが結構重要で。まあ、挑戦は、まあ一応挑戦が確かにね、塗っとくとある程度まだ内乱がねって話になるんだけどね。あんだけ塗れますからね。争いは嫌です。まあ、内乱もらったけど、まだ全然、うまい。じゃん。まあ、こう一回下げて、回遊帰ってくるから。まあ、ここで開始、ある程度。まあ、もう一発内乱もらっちゃいそうだけどね、これだとちょっと。ここはちょっと内乱すぎたいところはあるけどな、気持ち的に。あ、美婦人塗りたかったかな。これはうまくやれば内乱は防げたかもしれないね。さあ、これも合いますよ、確か。はい。これもだからね、本当はね、サイズじゃないんですよ。相手にダメ系がいなければ、俺全然もう連環でやってきた方が、これ絶対面白いなと思うんだよね。で、連環のサイサイが、やっぱ色式でいいかなって感じ。ね、色式あれば、ね、色球から前は、結構はちゃんとあの、美婦人か、左右構えられますからね。で、こういう状態でも、まあ、ここで連環叩いたりもできますしね。まあ、相手こういう風に、こう、後部力で、あ、させそうだけど、させなかった。まあ、あれとしかも、こんだけでやられても、低部力相手だったら、力そのままで戦えますしね。まあ、回遊落ちちゃうけど、ここは冷静に、美婦人が叩けるし、あ、でも、再起かな、これは。まあ、再起だから再起叩くかもしれないけど。あ、違うな。微妙だな。これサイズでよかったんじゃないかな、いっそ。てか、やるならもうちょっと早くてよかった気がするんですよ、それやったら。まあ、リフ帰ってくるけれど。で、シュチ倒したいね、シュチね。まあ、ここは縄文守るよりも、シュチ潰した方が。これ、連環やったの、確かね。まあでもそれでもシュッチとは乱戦できそうだから、まあこれはいい、まだ全然いい。
で相手がここでも宝具使ってくれてるから、ここさえしのげれば。今我らは猛虎と勝つ。あれこれ多分てかもう再起叩いていいと思うんだよな。うん、てかもうちょっと早くてよかったと思ううん、マジレスすると、相手がもう連冠やった時点で再起叩いて、ちゃっちゃと美婦人戻して、主人とこ、しかも相手主人あ入ってないんだね。で回遊で量もさばいて、いやこれはもうあとはね、もう舞い続ければ全然美味しいでしょ。あー、呂布が落ちそうですね。うん、で、呂布を倒して果敢だね。まあ、多少塗っときたいけど、ここはでも兵力回復したいかな、ちょっと。うん、呂布は回復しに行こう、一回。まあ、でも塗りはしっかりやっていくからね。あ、まあ、内乱取られるの嫌だからね。てか、まだ、キュビーンになってないから、もうちょっと塗った方が良くないかって感じはあるけど、せっかくだから。さあここはしっかり、もう士気も溜まるから、これはね、これ言っちゃうんだけども、これは割と勝ち確ですよ。相手が典型叩いても、まあ天下もそうでもさばけるし、あとはまあこのこう高いラインで相手をこの防御力でいけるから、いやもうちょっと押し付けてっていう、むしろ乱戦しちゃっていいんだけどな。うん、いやもう全然、あとこのまま乱戦しててもいいしね、美婦人とか回遊叩けば全然守れるんでっていうのに、天下武装叩いちゃうんだよね。これは違う、これは違うな。しかもなんか、まあ実際あの3部隊に乱戦出てないのに、これこの範囲やばくないですか。消去なんだよね。なんで消去のとこやねんっていう。3部隊潰てればいいの。うー、刺さったー、バカ、死ぬっていうやらかしをしますね。いやもう士気ないじゃないですか、守れないんだけど守れないんだけど、カイが死んじゃうんだけどひどいよこれは、ひどい。もうあとだって美婦人とカイ構えてるだけで勝ち確やつよ、ほとんど。典型は確かにちょっとまずかったけど、典型出されてから後出してもいいんだよっていう、みたいな。どうしてこうなった。でもうめっちゃ士気構えてて余裕だったじゃないですか。どうしたんですか、なんで育っちゃったんですかっていうか、何してんすか。だから天下無双をね、そんなね、アホみたいな使い方したらダメ。式7ですよ、式7。式7を無駄打ちするようなことはやっちゃいけないんですよ。いやー、これ本数的にきついっしょ。しかもさ、これ、あと1秒だよ、あと1秒。あと1秒で呂布帰ってくるんじゃない、これ。うん。いやー、それ待ってからでもよかったね。まあ言うて間に合わないけどね。うん。あれなんでこうなったの、どうしてこうなった。せっかくこの列でいいとこ見せられる感じだった気がするんだけどな。警告待ってからちゃんとねえ、呂布と海遊とねえ、美婦人でしっかり守るっていうさ、やっぱり計略なしでも素振力高いと強くね、ガチに守れるぜっていうのを見せられる試合だったはずなんですよ。なんで負けちゃったの、ねえ、どうしたの、バカなのみたいなもうなんかこの策立ててる呂布が哀愁を誘うわ。っていうか、お前は反省しろみたいな。っていうか、まあ私が反省しろなんだけど、呂布が悪いわけじゃない、私が悪いんです。いや、ひどい。これ勝ってたでしょ、この試合。なんで負けちゃったのみたいな。というわけでいきますか、大反省会。いやーねいやー、お疲れモードでね、脳が寝てるとはいえ、この感じはね、確かになんていうか、なんやろね。やっぱ判断力とかが、なんか、衰えてるというか、なんていうか、だから、すごい短絡思考に陥るのかな。そういう感じなんですかね。見ててもひどいですね。もう、勝ったやんっていうところで、なんで無駄に士気吐いて、呂布刺さって死んじゃって、負けちゃうのみたいな。これは本当にひどいですね。これは、もう、勝ってましたよ。本当に、じゃなんだけど、勝ってましたよ。で、開幕は良かったね。ちゃんと、だから、あれで集中してたんよ。まあ、ちょっと、調整が下がって、まあ、でも、調整も回復が必要だったんですね。しっかりと、でも、ここよね。こうね、油断っていうか、もうね、一個やることやったら、ふぅ、みたいな感じで。これも違うのよね。だから、常に冷静に状況を分析するっていうのが必要なわけですけど、ダメですね。もう一つ、
で、開幕伏兵処理する、よし、やることやったーってなって、だから朝鮮もイエーイって感じになっちゃったし、うん。せやったらまだ勝機を抑えるとかさ、ただ単なんか何も考えずにイエーイって言ってね、コート取りに行くとかね。まあ確かに、いやーないなー、でもなー。確かに塗りは大事なんだけど、でもそもそもやけど、ここで呂布が育ってなければもっと違うっていうか、だから内乱取られることもなかったんちゃうっていう感じなんですけどね。で、わざわざこれでね。なんで、カユまでボコボコになるじゃねえか。カユ死んじゃうしね。おのれって本当ごめんなさいだよ。ほんとね。いやー、サクサクもさ、えぐられちゃうしさ。いやー、帰りなさいませって感じなんですけど、ね、これ内乱にやつ取られちゃうんでしょ、美味しくないねーって感じですよね。まあ、欲が迎撃食らうところはちょっと嫌いです。でもそれでも、まだ挽回できるよ。まだ挽回できる。さあ、警告もあって、で、ちゃんとこの赤い植木取って、うまいですね。で、美婦人は今、これはある程度いける感じにもやりつつ、で、ここで打たせる。そう、これがね、やっぱこの敵の強みなんですよね。呂布と海遊は素振力でさばけないんで、相手が高いラインで合流を叩く。そうすれば、朝鮮は守られるわけですよ。だからここで連環とか叩いて、うしゃしゃーってすればワンチャンあるし、まあだからこういう状態やったら連環再々じゃなくてもいいかもしれないけど、まあでも呂布は帰れそうだもんね。左右は落ちるかもしれない。これさせるんじゃない？やっぱさせなかったのか。際どいとこが。実際この小粒やったら全然もうね、呂布が、ね、しっかりと。ここなんて孫権じゃないよね、これ。これ、呂布落ちてもいいから、ここ、周知でいいと思う。まず、周知が厄介やから、周知倒した方が、てか、本数減らすのが大事なんだよね。結局、典型とか打たれたら、アホみたいな、攻撃力になっちゃうんで、これ、俺、だから、早い段階で、海遊のために使っても面白かったかもしれないなと思うんだけどな。まあまあ、でも、リフ書いてきた方が確かに、周知対策とかに対しては、いいんだけどね。まあ実際これ使ってから最近のが熱いっちゃ熱いからね。で、縄文はスルースルー。で、まずは本当に姫、まあぶっちゃけたあと朝鮮だけ守ってりゃよくて。ね、ここもぬるいな、正直。もう守地、まず守地をね、倒すのが大事よね。ここの最近の判断も遅い気がするけどね。前相手が連環打つんだったらもうそこがねえなって感じがあったよね。いやで、ここでもうね、守りきてるでしょ、これはっていう感じですよ。ここも早い段階で。てか、ここも下がらんで、ここはもうこのまま、乱戦でもよかったよね。で、相手が何叩いてくるか。このラインで典型打ってくれるんやったら、まあ逆に、あとはね、下がるなりして、相手がね、落ちるまで。てか、まあ、海遊叩いちゃえば、まあ、守れるだろうしね。まあ、孫権の戸作らわないし、武力16の大車輪になってれば、この辺の小粒じゃ対応できないから、それでよくて。てか、まあ、これも全然、もうこの位置だったら、ぶっちゃけもう海遊が車輪使って、ね、車輪使う。ね、ここよ、ここ。すべての範囲悪い、ここよ。開幕もね、まあでも開幕、歩兵処理のとこまでは良かったからね。で、これもさ、てかそう、この範囲ね、ちゃんと見ようよっていうか、もうここ、せめてここやったらまだ良かったよ。そしたらもう相手で、典型まずね、あれやろうし、さらにボーンってやっとけばね、で、結局、勝機はこのまま海を潰せるし、いやでもね、普通に大車輪でいいよね。いやー、負けまったー。はぁーって感じでしたね。いや、でも、だからまあでもね、これもね、1戦目がひどかったんで、2戦目、これ2戦目なんですけど、
2戦目は、とりあえず挑戦をまず回ってっていうところに切り替えたんですよ。だからこれはある意味1戦目のおかげなんですよ。そう。実際このデッキ使ってて、やっぱ天下無双に依存するところが多かったんですよね。だからそこは一回抑えて、待ってからっていうのをやろうって決めたんですよね。なのに、最後結局天下無双に頼ってしまったっていうのが、あかんっていうか、そもそもだから天下無双の、なんていうのかな、使いどころっていうか、ね。あと、ほんと飛翔の使い方が下手くそすぎる。ほんとに。うん。てかね、範囲瞬間的に結構見てないんですよね。てか、ダメ系と同じ考え方でいいのにな。俺ダメ系割と自分で言うのなんですけど、結構得意なんですけどね。なんでこんなことにみたいな。この試合は勝ててたはずなんですけどね、ほんとに。てか、あの状況なんかすごいベストだったんですけどね、ほんとに。いやー、せっかくいいとこ見せられるはずだったのに、なんか調子こえたんでしょうね。勝ち確やな、みたいな感じの油断ですよね、これね。いや、こういうのないっすわ、って感じですけどね。はぁ、頑張っていきましょうね。はい、お疲れ様でした。バイバイです。